おはようございます。カモンマテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。神井の日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ちょっとね滑舌悪いですけどね、はい、はい、ということでですね、はい、9月10日です、ね、9月10日、明日911なんですけどね、はい、毎年うちはあの911でなんかいろいろやってるんですけど、うん、やってるんですけど、去年分かったことがあって、はい、911で、数字が伸びてたんじゃなかったっていうことに去年気づいたんですよ、ね、実は、はい、あの実は、一番あの数字が上がってるこの番組 の、 あの数字が上がってる番組タイトルが911と長崎おくんちっていうね、あのタイトルやったんですよ、うん、どうやら長崎くんちが引っかかってたらしく、そっかそっか、911じゃなかったんだっていう、なんか去年すっごいそれに気づかされて、うん、今年は911は、まあ、スルーするわけじゃないですよ、うん、あの、うん、911を迎える時は、皆さんね、はい、あのなんていうんですか、まあ、たくさんの亡くなられた命に対してね、はい、ちょっと思いを馳せていただくということも、はい、当然ながらやっていただきつつ、9月10日の今日はですね、はい、はい、どんな日なんでしょうか。今日は牛タンの日です。おお、いっぱいね語呂合わせであったんですけど、9月10日牛タン、牛タンですね。牛天が牛タンになってるわけね。はい、はい、なんです、はい、これを選んだのは、はい、焼肉が食べたいから食べたい、牛タンが食べたいって思って、はい、食べたいね、はい、選びました。いいな、はい、あの レモンと塩でね。あ、塩、塩、塩いいな、塩タン食べたいな、うん、はい、仙台のね食文化のであり、はい、名物として、はい、名高い、牛タン、牛タン焼きをね、より多くの人に美味しく楽しく安全に食べてもらうことが目的で、作られております、はい、仙台牛タン振興会が制定いたしました。はい、はい、はい、という日となっております。そしてもう一つ、はい、カラーテレビ放送記念日です。おーおーおー、はい、1960年、昭和35年の9月10日、うん、NHK 日本テレビ、はい、ラジオ東京テレビ、はい、今の TBS ですね、そうですね、読売テレビ、はい、朝日放送の5局がカラーテレビの本放送を開始した日となっております。うん、ね、はい、そうなんですよ ね、 ね、だからね、あの、うん、なんだかんだ言いながら在阪キー局2局入ってるんですよね、だからね、うん、ですね、はい、はい、これはアメリカに続いて世界で2番目となる、はい、うん、出来事です。はい、でカラーテレビがね、はい、放送されるのが、でこれは、東京オリンピック1964年、はい、昭和39年の東京オリンピックを、機会にね、はい、各メーカーが、品質の改良とか宣伝を行って普及がすごく、はい、されて、うん、でしょうね。まあまあ、だからほら、あのなんかハイビジョンテレビとかね、うん、あの 4K テレビとかもそうですけど、うん、あの要は試験放送みたいなのは最初にやるわけですよ、うん、はい、で、いろいろ改善していって本放送が始まるみたいな、うん、そういう感じだと思うんで、まあ、多分この60年のやつもそうやと思うんですよね、うん、基本は、64年の、東京オリンピック、はい、ね、アジアで初めて開かれるオリンピックを、うん、日本人としてカラーで見ようぜみたいな機運を盛り上げるために多分60年に始まってるっていう、うん、そういうことだと思うんですけどね。ものすごいね、その時も高価だったもんですよね。はい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 、そして1973年、昭和48年にカラーテレビの普及率が白黒テレビを上回ったそうです。そっからカラーテレビがね、どん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 伸びていった、うん、そうそう、だから僕は、うん、あの家にまだあの白黒テレビありましたけど、まあ、カラーテレビが一番ドーンとあって、うん、でちっちゃい白黒テレビがあるみたいな感じでした。まあそんな感じですね、うちも ね、 ね、多分ね、うん、で昔ほらブラウン管、真空管のブラウン管やから、はいはい、あのつけたらさ、ボーンって鳴ってた、ボーンってなんかやたらとでかかったですね。あ、でかかった、でかかった、ね、もうなんかこう、うん、家具の中にこう、あ、そう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 、ブラウン管が入ってるみたいなあのだからほら、あの何デザインがさ、うん、もうあの木の何かで囲んだある、はいはい、枠で囲んだるみたいなデザインやった、はいはい、そう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 、ガチャガチャ、ね、ガチャガチャ回すね、ダイヤル式なんですよ、うん、はいはいはい、懐かしい、なんか、ね、
今でも見れるのかな。あのね、見れないことはないんだけど、あの放送自体がね、そうそうなのよ、もう放送がないのよ。だから電波を入れることはできへんねんけど、コンポジットで。あの回せば一応あのつけるつけて、うん、そこに映すことはできる。ああ、うん、そっかそっか。あのだって操作線ってさ、うん、分かる？操作線？そうそうそう。あのブラウン管は、うん、このほら写真とか撮ったらさ、ビューってこうなんか線が横走ってたりとかさ、うん、あれ操作線っていう、ね、うん。あの操作線があのテレビの企画やとちょっと横長になるのよ、どうしても。うん、だから正方形じゃない、ね。だからあのテレビ映ると太って見えるよね。で、あのテレビ出てる人に会うと、あれ痩せてますよね。あ、話になるのね。うん、そう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 。まあ、だからあの皆さん、あの僕実物会うとだいぶ細いですから。はい。ガリ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 。意外と細いんですね。嘘です。はい。はい、はい、以上です、はい。はい。ありがとうございました。はい。ということでですね。はい、今日はです。今日の、このプレゼンありかなしかなんですけど、はい、もう今日取って出しです。でまたしても取って出しなので編集が間に合っておりませんので、うん、皆さんご覧にいただくときは編集されてますけど、うん、この2人に見てもらうのはほぼプレーに近い形のやつを見てもらおうと思うんですが、うん、今日はですね、ある職場という映画の、うん、監督の、はい、船橋敦史監督にインタビューしてまいりました。はい、シアターセブンでね、はい、あのっていうかね、第7芸術劇場で、9月10日から、うん、公開される作品になるんです、まあ、ちょうど今日からですよね、うん、公開される作品になるんですけど、はい、ね、取り扱ってるのが、これ実際にあった、話を、一応題材にして、フィクションとして、役者さんが演じてます。演じてるんですが、これまた撮り方がすごい変わった撮り方とか、台本がないんですよ。台本がない、台本がないんです。だからこういう人です、こういう設定です、こういう考え方の人ですみたいなのを役者さん一人一人に、入れてもらって、はい、で、はい、じゃあこのシチュエーションでここ行ってください、はい、喋ってください、それをずっと回してる。すごい、インプロみたいですね。そうですね。まあだから舞台とかでもたまにあるじゃないですか、うん、2人舞台とかでもう設定しか決まってなくて、うんうんうん、あのアドリブ劇でブワーやるみたいなのとか、うん、まあ最大で 4,5 人ですよね、うん、10人ぐらいおったりとかするから、10人は8人ぐらいかな、 7,8 人かな、うん、まあまあ大変なんですけど、まあ、その辺のお話も含めて、すごいな、監督に、伺ってまいりました。で、ね、実際にあった、セクシャルハラスメントの、はいはい、お話で、それがあるホテルの職場の中で起こってしまい、それが、ちょっといろいろとね、火がついて、大変なことになっていくという、なかなか面白い手法になっておりますので、うん、まあ、まずは、予告編とインタビューをご覧いただきたいと思います。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。やってるじゃないですか、そのホテルのセクハラの問題か、ご迷惑をおかけしました。この炎上の仕方もさ、被害妄想女マジしね、こういうやつがいるから日本が衰退してまーすって。どうした？皆さん気持ち悪くないですか？さきちゃん、お疲れ。お疲れ様です。作者に責任はないからさ、ね、別に謝る必要ないし、実はもしかしたら女性がそそのかしたのかもしれないし。元気出しなってとか言って、えいとか言って、なぜか胸を触ってきたんですよ。さきちゃん、コンシェルジュ目指してるんでしょ？どうした、どうしたの？なんでこんなに騒がれてると思いますか？
ということで今日はですね、映画ある職場の監督でいらっしゃいます、船橋敦さん監督にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずですね、監督にですね、この作品がどういう作品なのかをおっしゃっていただきたいんですけど。はい、あの僕はずっと、まあ、アメリカや日本、各国で、映画を撮り続けてきたんですけど、どこでもこう一人の主人公をずっと追っていくっていうような映画っていうよりも、なんか複眼的な複数の主人公がいて、社会の網の目を、僕は時代の無意識って言い方してるんですけど、ずっと撮影してきたんですよね。アメリカから2007年に戻ってきた時に、日本社会のこう根源的な問題でもうずっと引っかかってたのがジェンダー不平等なんですね。やはり男女差別がすごくて、僕もやっぱり外から帰ってきたっていうことで気になって、はい、なってたんですよ。夫婦別姓の問題とかいろいろ問題ありますけれども、ガラスの天井とかね、はい、でだけどどうやって描いていいのかよく分からなくて、である時2017年ぐらいなんですけれども、セクシャルハラスメントの事件が、はい、あるホテルのチェーンで起こったっていうことを人づてに聞きまして、で実際にセクハラに遭われたフロントデスクで働きた女性、はい、そのセクハラをやった上司の男性、はい、周りの同僚、会社の人々に取材して、でいろんな話聞きまして、で、実際ドキュメンタリーにしようと思ったんですよね。でドキュメンタリーにしようと思って、このやはりすごい熱量のあるいろんな思いを聞いたんですけれども、その映画ドキュメンタリーにするときにやはり顔出しが難しい、名前出しが難しいということで、ただ、社会に対して訴求力のあるものを作ってほしいっていうのは向こうは思ってたみたいで、だから取材に応じてくれたっていうのがあるんですけどね、なのでじゃあどうしましょうかって相談して、で実際のネタ元というか名前とか場所とかが分からないような形にして、フィクション化するっていうことを許可してもらって、なので今回作ったのがある職場っていう映画なんですけれども、実際に被害に遭われたセクハラの被害者の女性をかわいそうなヒロインとしてだけ描く、で周りがどういうような反応をしているかというようなことで、その一人の女性を軸にして描く悲劇の物語っていうのはちょっと違うなと思ったんですね。それはあの実際の現実を取材して自分が得た肌感覚だったんですけども、セクシャルハラスメントっていうのはそれぞれの男性にしろ女性にしろ、上司にしろ、社員フィーラー社員にせよバイトにせよ、それぞれが思っているセクシャルハラスメントの感覚が違う、これがこれぐらいでいいだろうと、これはダメだろうとか思っていることが全然違う、それぞれの理解がすれ違ってて、だからそれがぶつかり合うからハラスメントの問題が起きているっていうのだったんですよね。で社会的にはっきりとどこが白で黒かっていうのもなくて、全てがグレーで曖昧で、法律的なバックグラウンドもできてないから、どこが犯罪ですとかいうのも国は線を引いてないし、だから問題になってるんですよね。でだからこそ、誰かに中心化した物語じゃなくて、それぞれの正義を描く映画で、だからこそハラスメントの問題がなかなか解決しにくいんだっていうような形にしなきゃいけないなと思ったんですよね。なので僕はそのドキュメンタリーで先ほど言いましたけど、現場の人から話を聞いた、いろんな人、被害者だけじゃなくて周りの同僚とか上司の人とかでも、味方の人もいれば味方じゃない人もいるんですよ。やはりあの騒ぎすぎだって思ってる人とか見たりとか、なんでそれぞれに思ってる人のことを、それをちょっと増幅させて役をちゃんと作ってって、で俳優が来てもらった人にそれぞれの役を当てはめて、で相談して、でここがミソなんですけれども、僕が牛耳っちゃダメだと思ったんですよ。それはあの先ほどの理由のように、それぞれの正義を言ってもらわなきゃいけないので、僕が一つのこう流れを作ってこっちに持ってこうというふうにするのは違うなと思って、であともう一つが男性の監督が作るっていうことへの戸惑いもあって、やっぱり女性の監督に作ってもらった方がいいんじゃないかとか、あの女性の脚本家にやってもらった方がいいんじゃないかなとかいうようなことをいろいろ迷ったんですけれども、
最終的にはこの即興ということでね、うん、女性は女性の自分の肌感覚で喋れるし、男性は男性の肌感覚で喋れるっていう環境を作って、それのディベート映画、はい、それぞれが本当に思っているセクハラに対する肌感覚がぶつかり合うような映画にすれば、で見てる人は見ながら自分はどっちの味方なんだろう、自分はどっちが近いと思うんだろうと、こっちの人のこのことを言ってることは、共感できるけど、こっちの人のことも共感できる、じゃあどうすればいいんだろうっていうのを見ながら、キャラクターも考えるし見てる人も考えるっていうような映画にしたいと思って作ったんですよね。なるほど、はい、まあそう、まあ、もちろん私も見させていただいて、はいはい、正直なあれで言うと、なんかすぐ僕はどっちかというと舞台に近いなっていうか、はいはい、ただ舞台の手法では絶対できないことをやってはるっていうのは確かやなと思っていて、はい、だって舞台で巻き戻しできないじゃないですか、はい、一回止めてってできないんですよね、はい、だけどこれは確実にその例えば主人公に顔を思いっきり寄るとか、はい、喋ってる人への寄りが入るとか、はい、撮りっぱなしじゃなくて、うん、明らかにこうこっから撮るよっていうので撮ってる部分ってあるよなと思ったんで、うん、それはやっぱり作劇をされてる部分なのかなと思って見てたんですけど、はい、その辺どうなんですか、やっぱめっちゃ難しいですか。やっぱそうですね、共同脚本に、うん、役者の名前全員を載せてるんですよ。あ、なるほどなるほど。それはなぜかと言ったら、はい、セリフは僕は書いてないから。そうですよね、はい、というのと彼らと相談しながら作ってるんですよね、はいはい、なのでディベートっていうのも、うん、みんなそれぞれの中で、はい、腹の底で考えていることをお互いこう、まずその前にカメラが回る前に確かめ合ったんですよね。であなたはセクシャルハラスメントについてこれはなくさなきゃいけないし、その被害者は絶対守ってあげたいと思っている人だと、うん、であなたは、実はセクシャルハラスメントっていうのは、まあ、大変なのはよくわかるけど騒ぎすぎだと、それによってその会社やホテルがね回らなくなってるのがおかしいと、うんうん、ね、ちゃんと処分される人は処分されたらいいけれど、うんうん、会社が丸ごとにねこれでわー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 言ってるのはおかしいと思ってる人だと、うん、でもう一人の人は、日和見主義で、あんまり自分が大きな声で、ものを意見を言いたくないんだけれども、実は本音はそんな女性がどっか触られたりとかいうのはもう減るもんじゃないしっていう、その非常に男性の男性社会のなんか非常に悪いダークなことを根っこでは思ってると、それがこう酔っ払ってたらちょろっと出てくるかもしれないっていうような人だといたりとか、そういうこう、最初は表面的な話なんだけどだんだん深まっていくと本音がポロポロポロって出てくるような瞬間を作りたくて、でみんなで話し合ったんです。あなたはこう思ってる人でこう言って、なんであなたはそう思ってるんですかっていうことも論理武装をして、うん、なんかやっぱりどっかでこうに、日本社会のジェンダー不平等の社会でどっかでうっすらあるような無意識を持ってきた言葉とかをうまいこと使って、うんうん、はい、それぞれのキャラの理論武装を手伝ってるんですよ、はいはい、でそれぞれでせーのドンって撮影するでしょ。そしたら共同作業なんですよ、うん、なんでみんなそれぞれがお互いの正義があってお互いの意見が、うん、合わないからぶつかっていくんですよね。でぶつかって撮影していくと、話が必ずしもそれで噛み合う時もあれば噛み合わない時もあるんですよ。はいはい、はい、もうあれワンカメなんですか。ワンカメですよね。もう俺絶対ようやろうわもうほんまにいつも思うんですけど、もうドキュメンタリーだけは仕事来ても受けんとこっていつも思ってるんで英語で on the fly って言うんですけど、はい、on the fly って飛びながらっていう空中でね、もうだから飛びながらどこに着地しようかとか、うん、バランス取りながらこう行くっていう感じなんで、うん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 、本当どこに着地するか分からないでやってるんですよ ね, ね。この映画もだから結末が撮りながら分かってないんですよね、うん、で撮ってる時にカメラがフッて振ったりとかするじゃないですか、はいはい、あれは、誰が喋ってとかいうような段取り決めてないから、はい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 、僕自身もあこの人が喋るんだってびっくりしてカメラ振ってるんですよね、はい、でだから見てる方もこう驚きながら、あこの人はこんなこと言うんだっていうのとカメラがほとんど一緒なんですよ。カメラもびっくりするし観客もびっくりするっていう、そういうこう議論の輪の中のもう最中に見てる人に来てほしいと思ってやったっていう、はい、まあ、実験的な作品ですよね、本当にね、はい、監督ご自身は、はい、この実験は成功してると思いですか。いやーそれは分かんないですねそれちょっと見ていただいて、そうですよね、そうですよね、たくさんの意見いただいてね、はい、まずとにかく放り込むっていうことが目的ですよね、これは。そうです、そうです、ね、そうですよね。最後にですね、はい、見てらっしゃる方に、はい、監督から一言、メッセージをお願いします。
はい、ある職場、9月10日から重曹に、大阪重曹にある第7劇場で公開されます。で、東京でも関東でもいくつか公開された時にあったのが、皆さんね、一人でいらっしゃる方が多くて、自分の中での、セクシュアリティに関する考え方とか、ハラスメントに対する考え方とか、ちょっとアップデートしたりとか、もう一回考えてみたりとかと思われてる方が、本当にね、男女限らずいろんな年齢層とかの方がいっぱい来られて、見てこられました。なんでそういう、こうちょっとこのことはずっと引っかかってたけど、やはりちゃんと考えたいなと思われてる方とか、ぜひ劇場に来て、そういう時間にしていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、ということで、映画ある職場の監督でいらっしゃいます、船橋敦史監督にインタビューいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで、終わりました。いやー、本当にね、なかなかね、熱く語っていただきまして、はい、まあ、監督自身がやっぱりね、問題意識を持ってこの作品に取り組んでいらっしゃるので、もう言葉が出る出るですね。早止めてって心の中では編集点考えて喋ってくださいと思いながら、聞いてたんですけども、はい、まあまあ、やっぱりね、それぞれの心の中にあるセクシャリティってなかなかね、一致してるようで一致してないですからね、やっぱね、特にセクシャリティっていうことに対して日本人って恥じらいがあるから、思ったこと喋らないし、あともう一つ言えばね、自分の考えを人に伝えて衝突起こるのを避けるじゃないですか。だからまあ、そういうところが日本人結構多いので、なかなかこう、みんな思ってることが共通化していかないっていうかね、そういうところあるかもしれないですけどね。はい、はい、まあ、なのでこの映画見ていただいて、どう感じるかっていうのを、まあ、SNS とかでシェアされてもいいと思いますし、まあ、監督にね、投げかけてあげてもいいんじゃないかなとは思うんですけども、はい、さて、ということでですね、まあ、一応これ、まあ、久々に丸か×かなんですよ、これ、うん、はい、で、どうする、うん、これ女性いきますか、はい、ね、はい、女性問題ですから、うん、どう、まあ、このね、インタビュー聞いて、うん、男性監督がね、うん、セクハラ扱った作品を作るっていうことも、うん、まあ、ご本人もやっぱりちょっとね、抵抗あったっていうふうに言ってはったぐらいなん で、ね、はい、まあ、どういうふうになってるのか気になるところじゃないかなと思うんで、丸か×かを、よろしくお願いします。はい、それではいきます。このプレゼン、ありかなしか判定。はい、見たいまず、ね、なって思って、まずね、うん、てか、その撮り方とかっていう、その、ね、裏の話を聞いた時に、そういう撮り方をしてる作品を見てみたい、うん、まずそこを思いましたね。もう言うたら俺、現場見てみたいな。あ、そうですよね。どっちかっていうと、ね、うん、現場見てみたい。まあ、作品は作品で、まあ、僕も見させてもらいましたけど、ね、はい、はい、どんな現場やってんやろとか、そっちがすごい、僕は興味ありましたよね。うん、でもね、言ってはったのが、1年ぐらいかかったんですよ、これ全部撮るのに。で、1年ぐらいかかったと言っても、そのうち 4回ぐらい集まってやってるんですって。うん、でその4回集まってんねんけど、最初の2回はあんま使われへんかったらしいんですよね。はあ、だからだんだんそれぞれのキャラクターが定まってきて、3回目ぐらいからだいぶいい感じになってきたみたいな感じだったらしいんですよね。で、3回目と4回目のやつを使って、編集されてるっていうことらしいんですけどね。すごい、はい、まあ、編集はまあさすがまあドキュメンタリーの監督やなっていう感じだし、本当にみんなが例えば参道を歩いて、なんかお土産物買ってるやらないやらとかいうところも普通にドキュメンタリーの感じで撮ってはるし、そうですよね、セリフなくて、その役に、そう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 、喋って、そう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 、そうなんですよね。で、いざリビングでみんなで集まった時に、なんか会話が始まるみたいなところでは、それぞれの立場でこうやり始めるみたいな。で、それが実は何の台本もなかったっていうところがね、なかなかすごいなと思うんですけど。まあ、ドキュメンタリーですよね、言ったら。まあ、疑似ドキュメンタリーですよね。はい、うん、ですね、まあ、ぜひ
見てみてまた意見をね、はい、これ見るだけじゃなくてやっぱ意見言わないといけないかなと思うんですけどね、はい、はい、ということで、ある職場の、船橋敦史監督のインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次、はい、あゆみ、はーい、はい、あゆみの両方です、はい、はい、が今ね、あの映画の制作の方に関わっておりまして、はい、ちょっとね、お店の方週末、はい、イベントができない状態となっておりますので、はい、またね、ホームページの方に何々しますよっていうのは載せますので、はい、はい、ご覧いただいたらいいかなと思いますので、はい、お願いいたします。はい、はい、え、あのカフェ営業はどうなってる？は平日できるときはやってるからね。はい、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 なのでいつやってるかをホームページで確認してください。今日オープンしますみたいなの、はい、OK かな、はい、はい、はい、オープンです。え、だからあれでしょ、あのなんか朝やってるそのマテリアル通信も、はい、あのやれる日とやれない日とかみたいな感じで、ね、今はやってない、今もうやってない、あ、もうやってないんだ、はい、そっかそっか、はい、はい、なるほど、いつ復活するのかってところですね。はい、はい、はい、まあなんかでもあれなんですよね、いろいろ実はあのいろんな外部からね、あの、ここ使いたいみたいな声がいっぱい来てるみたいなんで、はい、皆さんもぜひですね、はい、もうなんか、いや、もうイベントやりたいんですけども、外からいっぱいなんかいろんなフォアが来ちゃってみたいな、そんな感じでずっと言ってみたいね。大変で大変でみたいな。はい、はい、まあでもなんかその兆しはあるので、はい、はい、ぜひ皆さんまた期待しておいてください。はい、お願いいたします。はい、はい、では行きましょう、はい、今日のグッチョイ。はい、ということで、まああのあれなんですよね、だからあの今までね、チョイスな日で紹介するやつをっていう感じだったんですけども、チョイスな日ができないですからね。はい、はい、ちょっとお休みで、はい、はい、ということで今日は日浦の趣味でいきます。はい、はい、スパイダーマン、じゃじゃん、はい、この中でもね、僕ね、まあシリーズ、あのすいません、あの言っときますよ、僕の中でのスパイダーマンはサムライミ版です、うん、いいですか、はい、あのだから、まあ今トム・ホランドがやってるやつとか、あるいはその前のあのアメイジングシリーズとか、まあトム・ホランドのね、僕は否定はしないです。でただアメイジングとかも暗すぎてみたいな話があってで、やっぱね、サムライミ版が最もヒーローらしいヒーローを描いてるなっていうのが僕の中にあって、やっぱり僕の中で好きなのはあのこの、サムライミ版だなと思ってるんですけども、で1はね、やっぱりね、あのヒーロー誕生話なんで、あのちょっとイライラするとこすごいたくさんあるんですよね。で3はね、この3で終わるということが決まってて作ってるので、その後やるはずだったすっごいたくさんのストーリーを無理やりぶち込んであるんで、あのものすごい、面白いんですよ。ちゃんと面白いんだけど、でしかもさすがサムライミやんなって、これをこの中によう収めたなと思うんだけれど、やっぱじっくり一個一個見たかった、サンドマンはサンドマンで見たかったしみたいな話もあるので、まあ面白かったけど、まあこれはこれっていう感じ でしかもベノムも出てくるから、ベノムはベノムでね、まあ結局あとはあとベノムだけのねやつが出てきますけど、あれスパイダーマン出てこないしね、はい、みたいな話があるんで、はい、でこれですよ、スパイダーマン2ですよ、2です、2が僕の中では一番好きなやつなんですよね。あのドクオク、昔のシリーズはドクターオクトパスとかで、であの背中からね、はい、手がいっぱい出てくるっていう、ね、機械の手が出てくるっていう、あのそのおかっぱ人のやつが、まあ、あのこの世界では一応おかっぱではないんですけど、はい、あのドクオクのが敵になるやつなんですけど、ちゃんとねそのドクオクがなぜそういう風に、なっていったのかっていうのも描かれてるし、うん、で一番みんなに見てほしい、もう本当感動的なシーンめっちゃいっぱいあんねんけど、あの僕ほんまね2シーンで泣きそうになって、1シーンで泣きそうになって、あのもう一個のシーンで俺泣いてましたね、やっぱね、あのすごい感動的なシーンがあるんだね。でもうで3つ目もあんねんけど、まあ1つ目がまずこれね、スパイダーマンこう2で何が描かれるかっていうと、スパイダーマンとして街を守る、街の平和を守るって一生懸命その悪いやつが何かやったやつをこうあの捕まえたりとかいろいろやってるんですよ。やってるんだけど、あのピーター・パーカーは大学生なんですよ、うんうんうん、でしかもね苦学生でお金ないから、あのアルバイトしながら学費を払ってるんですよ、自分で。でそのピーター・パーカーが
ピザ屋のバイトで届けようとしてる最中に助けてって聞こえてくるから、ピザ置いてで助けに行くと。で助けに行って戻ってきて、用事済まして戻ってきてお届けしようとしたら、お前何分過ぎとんねんみたいな感じでね。ほんだら、ピザ屋戻っていったら店長に、お前何回これやってんねん、お前何サボってんのみたいな話になるじゃないですか。でクビになったりとかするんですよ。だからその自分の生計を立てなきゃいけないのに、それを立てなきゃいけないバイトやってる最中に人助けをしなきゃいけない。あの人助けって何なんやっていうことにすっごい悩むんですよね、はい。で結局、ピーター・パーカーは自分がヒーローであるということと、自分のピーター・パーカーとしての生活っていうところで悩んでるうちにスパイダーパワーが使えなくなってる。そうそう、これ出えへんとかね、そういうのが出てきて、で結局もう俺引退するって引退しちゃう。でしかもあのスパイダースーツをね、あの街角にあったゴミ箱にバーンって捨てて、あの帰っちゃうんですよね。街では毒奥がすっげえ暴れてる、うん。で、なんでスパイダーマン出てきてくれへんねみたいな話にどんどんなってくるんですよね。である時その、おばさんの家にいるんですよね。あのピーター・パーカーってお世話になってるんですよね。それでおばさんの家の隣の誰何歳ぐらいの7、8歳ぐらいのちっちゃい子ね、ちっちゃい子が、あの僕スパイダーマンの大ファンなんだ、大きくなったらスパイダーマンになるんだみたいなこと言ってて、まあでもスパイダーマンはもうそんなこと言われてもっていう感じやねんけど、でも最近スパイダーマンがあの出てこなくてすごく寂しいんだって言って、あのどうしてスパイダーマン悪いやつをつけてくれないんだろうみたいなことを言ってて、でその時におばさんが言うね一言がピーター・パーカーを動かすんですよ。うーん、そう、力を持つ者には責任があるんだと。おばさんはスパイダーマンがピーター・パーカーって知らないでしょ。知らないんだけど、まるで知ってるかのように、そういうパワー、特別な力を持ってる人間にはそれを持ってるということでの責任を果たさなきゃいけない、だからスパイダーマン出てこなきゃいけないみたいなことをおばさんが言うのを聞いて、あのピーター・パーカーやる気になるのね。で、あのデイリービューグル社に取られてたスパイダースーツを取り戻して、ドクオクともう一回対戦したりとか、もうなんか本当感動的で、ほんまにヒーローですね。いや、ヒーローですよ、ね。っていうかね、ヒーローが一人ヒーローでいるんじゃなくて、うん、そう、守られてる人たちもちゃんとヒーローとして認めてるっていうところがね、はい、あのこの作品、僕は好きなところなんですよね。だからまあ、あの大体あの結末に近いところも喋っちゃってるんで、あのなんとなく分かってるかもしれないんですけど、でも見る価値めちゃめちゃあります、はい。ぜひ楽しんでみてください。はい、ということで、いや私もこれ見たことある、うん、はい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 、はい、うん、あれ感動するよね、あの、うん、地下鉄のやつはね、うん、めっちゃ感動する。スパイダーマンね、シリーズいっぱいあるけど、うん、どれもやっぱりいいなって、あのそうなんですよ。だからあのアメージングはアメージングの良さあるんですよ。で、あのトム・ホランドシリーズもトム・ホランドシリーズの良さもあるんだけど、僕はやっぱサムライミ版が一番ヒーロー前として、あの、まあ、単体ヒーローですからね、単体ヒーローとしてちゃんと描いているという意味では、あの僕は好きやねということで、あの、はい、今日は、スパイダーマン2の、お話でございました。はい、ということで今日のグッチャー、はい、はい、エンディングでございます、はい、はい、ということでですね、9月も、ついに10日でございます、はい、すごいよ、あと3ヶ月ないんだよ今年、びっくりするね、あっちゅう間ですよね、なんかねえ、ね、この間なんかあの半年過ぎたでみたいな話をしてたと思ってたけど、気がついたらそうなんですよね、はい、まあ、まだまだあの何が起こるかちょっとよくわからないんですけども、いろんなことが、このマテリアルでも、起こっていくんじゃないかなと思いますし、そうです、ドラゴン映画祭ですよ、はい、トモルです、みんなトモルを見に来たって受付で大声で言ってください、トモルを見に来たって大声で言ってください。トモルを見に来たって大声で言ってください。そしたら喜びます。はい。いやいやいや、そうなんですよね。あの、どの作品見に来たかって答えるあれがあるんでね。
はい、できればそれ灯るのに来たっていうふうに言っていただくと、僕は喜びます。はい、よろしくお願いします。はい、9月16日から19日までですね、新世界東映で、ドラゴン映画祭、2022 in 新世界やっておりますので、いろんな作品で48監督60作品、見れたりしますから、はい、見放題で、1日3,500円。SNS 割引入れたら500円引きになったりとかするので、まあ、ぜひね、気軽に、この期間見に来ていただければと思います。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、今日もどうもありがとうございました。はい。